あそこを動かせ。その身に宿した光が目障りなのだよ。今までよく頑張ってくれたな。その声、ヤツとの蹴りは俺がつける。違う、俺たちの知ってるデッカーじゃない。大丈夫か？待てよ。これ以上お前を巻き込むわけには。やっぱりその子はあんたなんだろ。あの時俺を助けて光を与えてくれた。この光をつかめ。どういうことなんだよ。あんた言った言ったはずだよ。やつとの蹴りはこの…おい、で…おい、おい、しっかりしろ。みんな、大注目の情報だ。ウルトラソフビシリーズ、怪獣が出現。スフィアサウルス、スフィアコモラ、ガッツマシン出動。立ち向かえ、ウルトラヒーロー。君は何で戦う？ウルトラソフビシリーズ、ガッツホークも。ガッツセレクト出動。レッダー、やるしかねえ。今やるしかねえんだ。行くぞ。輝けフラッシュデッカー。新番組ウルトラマンデッカー、テレビ東京系にて毎週土曜朝9時放送中。絶対に見てくれよな。龍馬隊員、その後浅見隊員から連絡は？まだありません。そうですか。ナースデス英語とガッツグリフォンはしばらく飛べません。スフィアザウルスの監視を続けてください。ラジャー。龍馬、インシカ聞こえるか？応答してくれ。ああ、ダメだ。隊長、聞こえますか？こちら浅見、応答願います。こちらはスリー。おっさん大丈夫か？おっさんじゃねえ。
ガキが余計な心配すんな。ガキじゃねえ。誰かのためにできることがあるなら迷わずやれって、じいちゃんに言われてっからな。じいちゃん、せんべい職人やってんだ。うまいんだぜ、宇宙せんべい。お前名前は？かなた。あすみかなた。あすみ。はなるほど、そういうことか。宇宙せんべいなら知ってる。ガキの頃火星で食べた。まだ地球でしか売ってねえよ。ああ、そのうち火星でも売られることになる。はは？俺は未来の宇宙からやってきた。はは？未来？前回よりも地中深く根を張ろうとしているようです。バリアの反応も強くなっている。やはり目的は地球のエネルギーということですね。戦闘中上空に発生した時空の歪みも気になります。今から数百年後、宇宙に進出した地球人はスフィアと遭遇する。そしてさまざまな星の人類と協力し戦うことになる。その中にはユザレも、もう一人のウルトラマンもいる。もう一人の。スフィアは文明が進んだ星や強い力を持った生物を飲み込み自分の一部としてしまう。送り込まれたスフィアザウルスが星のエネルギーを一定量まで吸収するとバリアが収縮を始める。そしてより巨大な本体が現れる。もっとでっかいのが来るっていうのかよ。お前が朝影と呼んでいた男、ヤツの本当の名はアガムス。自ら開発した時空移動システムを使い地球を滅ぼすためにスフィアと共にこの時代にやってきたんだ。アガムスは時空を越える時にシステムを破壊した。俺たちはそいつを完全に治すことはできなかった。その時だ、レーダーに反応があったんだ。この時代にも光が存在すると。不完全な時空移動システムでは俺自身が行くことは不可能だが、 D フラッシャーだけなら一か八かの賭けだった。お前がウルトラマンになるたびに、なぜかどんな力を求めているのかも俺には分かった。自分でも不思議だったが、朝影博士はどうしてこの時代に。ここが移動できる過去の限界だ。なんでこの時代にスフィアを連れてきたのかってことだよ。教えてやる。朝影博士。アガムス。長時間こちらに滞在することはできないようだな。どういうことですか博士。言ってたじゃないですか、故郷、地球を守るって。俺の故郷はバズド星。お前たち地球人のせいで滅んだ星だ。お前たちが宇宙に進出などしなければ。They continue to grow in strength.But any potential threat must be eliminated. There's no time to waste.
All that stands in the kingdom's way shall fall before my blade. The kingdom, they're our greatest threat yet. Can we beat them? But I know them. My friends will never give up hope. Let's go, everyone! Game on! In the name of galactic peace, we'll do everything to stop you! The survival of our race is on the line. We cannot back down. I'm going to enjoy myself. There is no light or darkness! I will stop you! A miracle fusion! Ultra-amazing! I shall still strike him down. Let's survive this and achieve victory. Execute your ear myself! I am Grandmaster of the Cosmo Beast style. Ultraman Regulus! Ultra Galaxy Fight! The Destined Crossroad. Who dares? Hey, don't forget about us. スフィア班の増大、バリアも強化されています。総員、攻撃開始。レジャー、バズと星はまだ滅んでない。バリアには包まれたが、みんなまだ戦っている。どうやって勝つのだ。スフィアは宇宙の摂理、勝利することなどできない。未来を変えるつもりなんですか。地球が滅んでも俺たちの未来は変わらない。地球人がバズド星人と遭遇しない、もう一つの未来が生まれるだけだ。いや、ただの復讐だよ。私の過ちとともに地球を宇宙から消し去る。この命に変えても。ずっと騙してたのかよ。何か目標が見つかるといいですねって言ってくれたあの言葉も嘘だったのかよ。純粋だな。君のその純粋さには虫図が走る。おっさん、サムンチェルフェイザしてくれ。俺たちは未来の宇宙に平和を取り戻そうとした。今でもその思いを胸に仲間たちは戦い続けている。それだけは。おっさん、その体で無茶だ。大人にはな、責任ってもんがあんだよ。この命に変えても俺の手でやつを。何をしてる。お前は逃げろ。なんだよそれ。分かんねえ、分かんねえよ。おっさんの言ってることも博士の言ってることも分かんねえ。なんでそんな簡単に命を捨てられるんだよ。捨ててどうなるんだよ。それで本当に解決するのかよ。おっさんの仲間たちも今戦
戦ってるんだろ。だったら何が何でも生き延びろよ。生きて一緒に頑張れよ。巻き込まれたからじゃない。俺は今俺の世界を守りたいんだ。こっちは俺に任し、さっさと未来へ帰りやがれ。ガキはでけえ口叩きやがって。ガキじゃねえ。いや、アガです。俺は俺の故郷地球を守る。ウルトラディメンション、輝け。がでっかー。ウルトラマン、立て。ウルトラマンファイナル。これはウルトラマンのもう一つの答え。仲間が欲しかったら腹を割って話せ。
負けた理由を探すより、勝てなかった自分を超える努力をしろ。おっさん、まさか負けるな。ウルトラマンなら立ち上がれ。この時代の地球を守るウルトラマンの姿か。油断するなよ。アガムスはまだくたばっちゃいない。分かってるって。これからもお前を助けることができるかわからないが。大丈夫、こっちの時代は俺と俺の仲間たちで守ってみせる。だからあんたはあんたの時代を守ってくれ。はん、ハハハハハ。あっ、最後にまだ名乗ってなかったな。俺の名前はデッカ、デッカアスミ。デッカアスミ任せたぞご先祖様。あいつを
アガムスを救ってやってくれ。アガムスを救う。カードだ。今日のカードはこれだ。ウルトラマンデッカーダイナミックタイ。身長55メートル、体重45,000トン、ウルトラマンデッカーの最強形態だ。デッカーシールドカリバーはとても強力な武器だぞ。言葉では言い表せないかっこよさ。言葉を知らないだけだろう。あー、言い返せない。次回もよろしく。またね。スピニーという謎の小型怪獣が現れた。赤いトゲトゲでふわふわ飛んで逃げちゃって無害そうなんだけどな。やっぱり駆除しなきゃいけないのか。次回ウルトラマンデッカー、君は君のままで。みんな見てくれよな。